マミモメモさやかです。東京ザナドゥ X プラスパート20になります。今回は5月7日の絆イベントを見ていこうと思うんですけれども、全5箇所でポイントが2なんですけど、とりあえず、どれがね、フレンドページ更新されるかわからないんで、とりあえずババーってやって、フレンドページが更新されるやつを主に残していこうかなっていう感じです。よろしくお願いします。とは先生、頼んでたものより一つ古い方。え、そういうのって、ああなるほどね。いや大丈夫じゃなくない？すごい発注ミス。ああなんどこの話だろうな。パソコンの中の話だったらなかなかセッティングするの大変そうだけど。じゃあスターカメラ一緒に行くっていうやつかな。何買うんだろう、楽しみ。マウスとかキーボードとかだったらそういう感想なんないもんね。最新型パーツの端末の台数分買い付けた。メモリとかかなとも思ったけど、わ本当に大荷物。わあ既視感めちゃくちゃ既視感。このコウくん、とってもリンくん。買い物に付き合うリンくんでした。ありがとうございました。そこまでじゃないもんね。前にもこんなことがあったような気がする。私はあったけど、そういう意味じゃないよね。え、それは何？プレイヤーに向かって言ってんの？ありますが、デジャブ感っていうか記憶がありよりのあり。誰？教、准教授。へえ。後ろ姿で分かられるとは先生。大学で情報処理の分野を教えている。へえ。研究室からの付き合い。なんかそういうのを見るとトワ先生ってちゃんとこう大人なんだなって感じになるね。意味がわかりませんね。彼女の発表した論文は実に斬新で画期的だった。へえ。そうなんだ。そうよね、教育もね、未来のためだよね。こうやって声かけてくれるの恥ずかしかったり嬉しかったりするね。ちょっとトア先生の大人な交友関係を見たね。どうしてそうしてまで教鞭を取ったか聞いてみたい。研究以上にやりたいことがあった。ないしょ。いつか語ってくれる時が来るのかな。最終絆イベントですか。あーパーツは何か分かんなかったね。はい、何だったんだろうな。すぐにお金出せるのすごいね。しかもパソコン関係だし。佐伯先生行こっか。じゃあ一緒に先生とあ、怒ってくれるの？わーい、太っ腹。でも生徒におごるってさ、私されたことないけどさ。でも一人にやっちゃったらみんなにもやんなきゃいけなくなっちゃうから大変そうだよね。みんなには内緒だよ。へえ。私も高校の時はいかに早く帰れるかを競ってた時期があるわ、自分にね。例の先生の趣味。先
男子への趣味聞いてみたい。登山、登山好きなの。へえ。ああなるほど。ふとした言葉に引っかかってずっと気になってたと。へえ。話す口実単純に趣味なん、ん？気になったから聞きに来てるんかな。登山か。おお、次々と。人望厚いな。喋りやすいんかね。筋トレ器具が欲しくなっちゃった。え、わかんの？電話したらいいとかじゃなくって、私そういうテレビの通販番組とかは知らんわ。知らんわってか、かけたことないわ。大抵ポチッとな。さすが先生、身長が高いね。男子からも結構頼られてるんだね。爽やかで大人の余裕も頼りがいもあってね。フレンドページ更新されちゃったな。トア先輩、トア先輩も更新されてんだ。これ無理？無理のやつかな。ということでリセットして、次はブドウ場に来て空手部ですね。ソラちゃんとの絆があるっぽいんですが、紅白戦気になるね。ウォーミングアップを過ごすんだ。おお、着替えてない。異種格闘技戦。なんかズボンとか窮屈そう。カッターもだけどね。うんうん。あ、勝利。さすがだな。ありがとう、優しい。みんなの前でお話しするの。見せつけていくスタイル。あー確かに。かわゆい。そうなんだ。へー、いいことやん。成長の秘訣だよね、負けず嫌いって。意地悪、意地悪、今な、どうだろう、私は意地悪って思わなかったけど。印象深い思い出、妹ができたぐらいのノリ。はあ。お兄ちゃんみたいに思ってました。ましたに意味は、あ、今でもそれは同じ。うん。ね、見せつけていくスタイルですから。これはいじめてます。これはね、意地悪してますよ。いじっていくスタイル。うわー、そっか、これ空も上がるんだ。100巻。フレンドページ来たー。このゲーム一周じゃ無理なやつだ、トロフィー。そっか、オッケー、わかった。っていうか前回もさ、りょうたくんこっそり更新されとったんかもしれんね。私が見逃してただけかも。あー、そうだったそうだった。
まあさすがに紅白戦を見るってなるとね、バイトの時間もあるからね。おっす。ああ仲のいい友達ができるってちょっとそういうこと思ったりするよね。わかる気がする。次はブティックの窓にいるジュンが服を買いに来てて、服選びに付き合います。たまには男らしい感じの服、おーズボンだけどちょっと中性的なデザインを選んじゃうっていうことなのかな。今は制服だもんね。フードとかって男らしい？あんま変わんなくない？あんまり着てないってことか。スカジャンに黒のレザーにシルバーアクセテンプレのようなロック調。まあ人それぞれね、あるからね。男らしい服って何よって話だしね、逆に。あのメールの内容かな。男の人に、男の人にナンパされたのか。なんかメイドカフェになったらっていうのは今日の話だっけ。そっか。まあ申し訳なくなるよね、ナンパした方も。ちゃんと制服着てるのにそうなるってすごくない？いいね。なんかジュン君はただものじゃない感があるような気がするんだけど、どうなんだろうそこ。すごいよね、女子高生ってこんなに軽いの。すごいな。あ、そうきたか。確かにそれはプロに聞くのいいんじゃない。お金があるのかな。あ、着せ替え人形されちゃったんだ。フレンドページ更新きたね。全部あったんだ。スカート履くんかーい。まあでも男性用のスカートとかもねあるしね。着せ替え人形だな。ひどい言われよ。どんまいどんまい。まだ自分、まだ見ぬ自分を楽しむのです。はい、次はリオンちゃんですね。スターカメラで CD を見てますね。昔のやつ？声でわかったんだ。はい、リオンと過ごしましょう。サインを受け取らなかったお詫びってなんだろう。何探してるんだろう。プリズムマイハート。私は初めて聞くな。参考になりそうか。いい意味で期待を裏切られた。一目惚れの初恋を歌った私たちの新曲。男の子も絶対キュンキュン来るって評判。へえ。物足りなさを感じる。臨場感。
すげえな、プロに。まあ生はどっちも良さはあると思うな。うん、どっちも良さはある。よかったね。私は完全に聞いたことないかな、これ。お、こうくん、良さが分かる感じ。思い出の曲もあるよ、曲でもある。なるほど、これでアイドルを目指したみたいな感じかな。すごい気合だ。なるほど、リオンちゃんとはこういう。で、リオンちゃんはフレンドページ更新されなかったよね。喉が鳴った。リオンちゃん仲間か。仲間に入るから今いないのかな。変な察しをしていく。うん、そんな感じがするな。さーて、反応ありか。反応ありですね。私が狙っているところはここじゃないかなと思う。ゲート権限、ほい。おうおうおう、何してんのって感じよね。黄色だ。来てくれましたかね、色が違う。あー、比較的安定しているんだ。うん、あー、なるほどね。ああ、長ければ数年間はそのままの時もあるんだ。ああ、確かにね。どういう家柄なんだろうね。その、やるきっかけになったのことが知りたいね。すごい、バイト大丈夫。最終確認します。クエストは全部やってるんですよ。うん、で絆も使ってるんでいいでしょ。行きましょう。ソラちゃんも呼びましたね。しかも紅白試合だよ。めっちゃ楽しそうなことやってたのに。おーい、なんか毎回バトル久々な気持ちなのは何だろう。ああ、なるほどね。はーい。え、むしろ今までできなかったんだ。キャラの戦闘スタイルについて。うんうん、攻略中にいろいろ試す。今説明。頼れるオールラウンダー。まあね、主人公だしね。広範囲一掃できるレイジングギアを持つ。攻撃おすすめなんだ。アスカは物理魔法スペシャリスト。射程が長い。そう、連射がね、いいよね。ソラが、まあ、高いスピードで間合いを詰めて、手数の多さで敵を圧倒する。敏捷特化。あー、飛ぶか。なるほどね。手ごわそうな相手ですね。行くぜ、貫け。はっ、うん、何？なんとか倒したね。なるほど。
フォークタイプの足がイスグリード化した。ふーん、なるほどな。確かにね、油断はダメですよね。はーい。いつもこれ一人でやってたんだね、アスカちゃん。アスカさんとアスカちゃん、いまだに安定しないんだけど。あ、これあるタイプなんだ、やった。あ、1 はーい、いろいろちょっと迷っちゃったな、時間は。よっしゃ、バッチリだぜ。残念ですが。うん、完璧。扉の色が青くなった。フェイスゼロ。危険はないけど現実世界との接点が残ってるんだ。なるほど。消すことはできないんだ。なるほどな。うん。確かにね、真っ当な理由だよね、楽をしたいっていうのは。うん、またやろうね。ほんと部活中ごめんね。あ、下宿先行ってみたいな。行ってみたいよね。行ってみたいとか、どこに住んでんの。あー、カフェね。17コーヒー店のカフェの2階。そうなんだ。今から行きます。確かに確かに男子。あ、マジ絆増えた。あー、フリーダンジョン初回のみ円のかけらもらえるんだ。ふんふん、まあそらそうですよねっていう話ね。確かに、千の奇跡の時も手配魔獣とか倒したらもらえてたね。じゃあ、変わってるであろう人たちのチェック。お腹が空いては。そういえば異界の探索には思った以上にエネルギーを使うものよ。確かにね。いざという時のためにも何かお腹に入れておくといいかもね。なるほど、そのための料理ですもんな。リオンちゃんと面識を深めたいっていうのはありよりのありだな。いいね、ここの2階とか。あ、お、ついに開校してる。おめでとう。おめでとう。英語で会話してるの今ね。うんうん、もちのろん。もちのろんでした。は父お父ちゃんが日本人なんだ。あ、高校に上がる前に天国に行っちゃった。そうなんだ。うん、生粋の日本男児がタイプ。ご想像にお任せする。そっか、リオンちゃんフレンドページ更新されないんか。だったら他の子でもよかったね。とはいえね、直前セーブし忘れたんですよね。20分間巻き戻ることになるし、どうせフレンドページ全部埋まらないんだったら一周でもうなんかいいやってなっちゃったんで。うん、なんか気分が晴れた感じがあるな。なんか一つでも取り戻したら嫌だなって思いながらプレイしてたんですけど、うん、絶対にダメって分かったら気が楽になりました。移動したらリオンちゃんから初メールが来たんですが、あれ、これって絆やった後って移動しなきゃいけないね。ちょっと今まであったんかな。ちょっと恐ろしい話でした。まあこれも何かの縁だろうし、アドレスくらいは送ってあげる。うわあ、
ろ。絶対転用禁止だからね。やば、すごー。なんかなんだろうね、まあでもファンじゃないからこそ話がしやすいってのはありますよね。さき先生。え、何、え、あ、ぬいぐるみこれに反応したの。可愛いのが好きとか。びっくりした、今何にも考えずに話しかけたのに。え、何撮ったんだっけ。私ミッシー撮ったんか。私の前でそんなモコモコふわふわした軟弱なもんを二度と出さないことだ。さもなきゃただじゃ置かないよ好きなんじゃない、逆に。これあれだ、ぬいぐるみセットをこの人にあげるタイプだ。なんか変わるかな。全種類集めたけどそうなの。今ね、何種類だっけ。コボルト、ペンギン、ピッカード、ポム、ミッシー、ノイ、コボルト、ビッグ、7個持ってるモフモフしすぎでしょ。かわかわほんと、なんで学校に持ってきちゃったの不良が可愛いもん好きというテンプレをかましていく。それだけそれだけか。なんか交換してくれとかそういうんじゃないんやいや、いいけどね。てか今思い出したわ、自分の部屋行こう。スピーカーのポスター貼ろう。どうしよっかな、ちょっと先進めた身もあるな。なんかおみくじがさ第1弾とか出てるからさ、ラインナップ変わったら怖いな。でもいきなりは変わんないか。かわいいねなんか急にファン感出てきたけど、このイラスト超かわいいね。どの子がエースなんだろう。やっぱ真ん中の人。ごめんください。ごめんをくださいだと。いるか。え、いいの。なんでいる、なんで入ってきたの亮太くんはおっちょましします。これはストーリー上どうなんだっていう訪問ですねあ、なんだか久しぶりだね さっきこうニアでつぶやいてたでしょ、一旦家に寄るって。個人情報まあそういうことだ。たく人が悪いぜ。バイトまで時間があんならそう言えっつーの。あ、友情を育もう的なね。ライブいいの。ああ、始まるまでまだちょっと時間があるしな。席も予約済みだし心配してくれなくてもいいぜ。あ、これ今しか聞けないやつか。ありがとう。まあたまには男同士のんびりしようぜ。高校生ってコーヒー飲むの。え、ポスター何も言わんのお母さんかよお母さんかよ。うん、よく見てんね。気になってただよなっていうか、そうでしょね。非売品のやつ当たり前やん普通は多分店側が処分するやつよね欲しいって言わないんだ亮太で。なんかいいねそういうの。なんか友達がにも好きになっててほしいから、自分のものじゃなくって人のものでもあってほしいみたいな。避けては通れないお宝探し。なるほどね。
来るたびにやってんのかよ。なんかちょっとの時間でも友情を深めていくのいいね。 HP が30も上がってしまった。ホスターのおかげで来てくれた。うん、 OK。 というわけでここまで見てくださってありがとうございました。